こんにちは。昨日はですね、ライブ配信本当にありがとうございました。まあ試合終わった後でね、ちょっと盛り上がりたかったんですけど、まあみんなもう寝るし遅い時間だっていうので、ね、ちょっとちっちゃい感じでね、まあやらせていただいたんですけど、まあ皆さんね、まあ本当にたくさんの方々が、ご覧になってくださって本当にありがとうございます。はい、でまあ今日はですね、浩二選手がすいません、ちょっと声が出にくくて申し訳ないです。浩二選手が、ボクシング転向っていうところなんですけど、ツイッターとかね、さっき流れてきて見たんですけど、皆さんこの件でどう思いますかね。まあ亀田光輝さんがね、この間その浩二選手にラブコールっていうところで、で今そのキックっていうかね、その違う意思競技からのそのボクシングに転向っていうのが、まあ、結構ねこう流行ってきてますけど、まあ個人的にいろいろ意見あると思うんですけど、なんだろうな、なんかボクシングがなんかどんどんこう盛り上がるっていうのとちょっと違う方向に行ってるんじゃないのかなっていう気がしてますね、個人的に。っていうのもなんですかね、まあ、この間ジムの話になったじゃないですか。ボクシングやるのであればどこでやるんだみたいな。で、まあ、ある程度その自分の地元でボクシングをするっていうのであれば、割と大きくて、で、まあ、しっかりしてる、まあ、失礼ですけど、じゃあ他のボクシングジムはしっかりしてないのかって言われたらちょっと失礼になりますけど、まあ、本当にねこう新人王、日本チャンピオン、世界っていう風にね、本格的にもしやってこの辺に住んでる人でやるのであれば、その KG とか、まあ、大橋じゃちょっと無理でしょうみたいな、井上尚弥選手とか、その最近そのアマチュアのエリートがこうバンバン入ってるじゃないですか。なので、まあちょっと光もね分かんないけど、まあその KG とかになるんじゃないのって、金子ジムとかにっていう話で、で提携なんていうのはもう本当に一般のね、その素人が行くとかっていうのは、まあ、ほぼ無理なんじゃないのって話をしてて、で最高ファイトはどうなんだっていう時に、まあ、盛り上がって、まあね、自分も見てますし面白いんだろうけど、なんかそれはもちろん実力者もね中にはいてるとは思うんですけど、なんかその分かんないですよ、その最高ファイトの動画を見た感じだと、なんか書類選考とかってあるじゃないですか。まあそれどういうものなのか分かんないですけど、で書類選考とかって、その なんだろう、芸能事務所になんか入るかのような、芸能事務所のごとくのなんていうんですかね、こうエンタメ、ボクシングなんだけど、なんかこうちょっとエンタメ色が強いというか、で一回この最高ファイトのオーディションみたいのがあって、で脱落者いたじゃないですか。覚えてますかね、俺はちょっと名前覚えてないんですけど、ちょっとこうツンツンヘアのスクスクとかっていう人覚えてます、いやなんかそのサンドバッグ一番なんかもうこんななってるサンドバッグ揺れてて打っててバーンみたいな、ちょっとねもサンドバッグにちょっともらってるみたいなね、いたんですけど、そういう系の人がなんか集まるのかなみたいなのがあって、で浩二選手も、まあ、おそらくボクシングやるってなると最高ファイト所属になるじゃないですか。で思ったんですけど、まあ、浩二選手ってそのちょっと前置きが上がって申し訳ないですね、そのキックで活躍されてて、でも言ってもそんなにめちゃめちゃ強いとかっていうわけじゃなくて、やっぱりその話題先行型、で実力は別にないわけじゃないけど、やっぱ口が走ってるっていうところで、その 実績とその言ってることっていうのが全然こう合ってないというか、で来てて、でそこでもう言ってしまうと、言葉は悪いですけど、まあ、K1 でもねそのダメで、でライジンに行ってもダメで、で最後は何でしたっけ、その違う団体でなんかこう負けたけど、なんかその判定が覆ったみたいなのあったじゃないですか。であれでも本当に使い物にならないような状態で
もう引退かみたいな。でそこでそのなんだろう、最後の受け皿としてボクシングっていうのはなんだろうな、あんまりいい気はしないですよね。わかります？あのそれなんか嫌じゃないですか普通に。いやあの天心選手とかみたいにもうキックで、うん、もうやり遂げたっつってもうね全勝ボクシングお願いしますっていうのとちょっと違うなと思って、うん、なんかもう本当に俺この先どうしよう、もうなんもねえなボクシングみたいな、うん、でねボクシングとかでこの間あのタケル選手の名前とか出してたじゃないですか。だからもうなんつうのかな、もう全然こう売れなくなった商品をどうにかしてくださいみたいなのがもう思いっきり伝わるんで、なのでなんかこうなんだろうな、その甘い話が来たらもうどん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 やっちゃうみたいな、うん、そのまあね、格闘家で頑張ってるっていうのはもちろんわかるんですけど、なんかちょっと違うんじゃないのかなとは自分は思ってますね、そのボクシング転向っていうのは、うん、で本当に来たいのかもしれないけど、そのなんていうのかな、その経過、うん、のやつを見ているとえっていうふうに思いましたね個人的に、うん、っていうところで、なのでねちょっとその天心選手のボクシング転向とか、まあ噂されてる武尊選手の MMA とかっていうのはちょっと全然違うなとは思いました。はい、なのでまあでも光輝選手もね、本当なのであればやっぱ井上尚弥選手とかね、井岡選手みたいな選手をプロモートして、うん、あの最高ファイトクラブをね、こう盛り上げたいっていうのはあるんだろうけど、どうもね、そういう選手もいないじゃないですか。なのでやっぱり違った方向で行くってなると、うん、エンタメ、うん、それこそこの、で申し上げましたけど、ユタポンとか使って、なんかこう、ちょっとでも話題になるように盛り上げていくっていう、形になっちゃいますよね経営者側としたら、うん、それでまあ浩二選手を使うっていうのはいいのかもしれないけど、うん、なんかあんまいい気はしないですよね。はい、っていうところでちょっと話なくなっちゃいましたけど、今日はですね浩二選手がボクシング転向というところのお話でした。はい、皆さんもですねぜひコメントございましたらどうしようとしてください。以上です。